あにちゃん、さっき寝て起きたら明日もビッシュのライブありそうって言ったけど、はい、明日寝て起きたらペドロのライブあるんですか？あ、もう明日が来るからやばいとか言うのはなくなれたのは少し強くなった証なのかなっていうか、昔はうわ明日ペドロやばい、ビッシュやばいとかずっと思って、あんまりうまく向き合えず、あんまりうまく考えられず、ただただ置いてけぼりにならないように必死に走ってた部分があったので、今はそれがなくて、ちゃんとペドロっていう存在ともですし、ビシュっていう存在とも手つないで一緒に自分たちのペースで歩けてこれてるのかなっていう印象ですね。だから第二の人生は頑張りたいと思って最後に、じゃあ明日はあゆみさんどういうライブにしたいですか？特大花火ぶちかましますうん。